い。えい。はい、皆さん、僕らじゃこみちんです。女子のサドンです。お願いします。今日は見ての通りね、これを使って料理をしていくんですけども、これがですね、ロゴスのサンマ焼き器。もうサンマを焼くためだけのために生まれてきた器具。2000円ぐらいする。はい。元を取るには何十匹焼けばいいやと。感じなんだけど、まあ、ロマン商品だよね、はい、非常に。もうこんだけパカパッと開いて、はい、それをここのね、輪っかのとこでグッと閉じて、こんな感じで炭火で焼いていくと、まあアイデア商品というかロマン商品というか、そんな感じのものでございます。なのでね、用意しましたよ、生きのいいサンマをね。おお、サンマ2匹用意しましたよ。めちゃめちゃサンマっすね。ね、まごうことないサンマでしょ、はい、サンマをセットしていこう。デンデデンデンデンデデンデンデンデデンデンデンデデン、サンマぴったしだろ。ぴったしっす。これを閉じ込める。おもろいっすねこれね、なんかシュールだよね。はい。でこれで完成と、はい、おお、サンマ捕まえましたんで、味付けはもう塩だけでいいと思うよ俺。味塩塩ってね、火がね、まあまあ近いんでね、小手袋しながらね、焼いていきたいと思います。私はね、サンマを焼いてこれ30年になりますからね、任しといてください。いいね、結構な高火力、遠赤外線効果で外がパリッとして中ふっくら焼けるといいな。外だけ焼けて中が生っていうのが一番嫌な未来だから。これ佐藤、はい、ちょっとずつできとる。めちゃめちゃサンマじゃない。めちゃめちゃサンマ。匂いも来た。マジ？はい、匂い来ました。めちゃめちゃサンマ。あ、めっちゃいいや。俺この器具は買って半年寝かしょたんよ。もったいないですよこれ。だって売り出した時にさ、はい、サンマ売ってなかったでさ。はいはい、あ、そうです、ね。そうそう、サンマの時期がやっと来たで、やっと時代が俺に追いついたわ。いや、サンマこれ。来た。すごい、まあ、サンマ以外とかもいけるんだろうな。はい、普通にお肉とか入れてキュッてやっても良さそうですね、うん、そう？あれ？サンマじゃない、やっぱサンマじゃない。あ、でもやっぱこう余分な油落ちていくしさ、めっちゃいいじゃん。うわ、すげえ。ほら、サンマの油でもう炎が上がるぐらい。うおー、うちのサンマはやっぱ油乗ってるからね。はい、いい、それでやっていくから。30年おじさんの顔みたい。全然あ、めっちゃサンマの匂いする。魚の匂いがすごいする、はい、うわー、美味しそうやで。この匂いだけでご飯食えるわ。サトン、サンマ1匹で元取れたわ俺。行きましたね。うん、2000円分も楽しんどる、はい。ただこれ家の庭でやると近隣の方に迷惑がかかりますのでね、はい、迷惑のかからないところでね、やるのがいいと思いますよ。熱っ。うわふう。まずはちょっと離し目にして中までね、火を通していきたいと。熱い。皮って必須だな。めちゃくちゃ熱いわ。うまそうやで。上手に焼けました。おお、めちゃめちゃ上手に焼けたわ。よし、じゃあこの子をね、よいしょ。うわ、これごちそうやで。そうですね、めちゃめちゃ美味しそうですね。どうよこれ。おお、めちゃめちゃうまそうやろに。ちゃんと中まで火は通ってるのかな。お、見てこの湯気。おお、めちゃめちゃうまそうでしょ。はい、いただきます。極上。え、なんか喋らなあかんこれ。喋りたくないけど、これうますぎてもこれに向き合いたい俺は。うん、
まい。家で食う5億倍うまいじゃん。5億倍めちゃめちゃうまいわ。しっかり火通ってる。皮ちょっとパリッとしててね、最高の焼き加減よ。めちゃめちゃもう見た目がいい、見た目がいいやつ。めちゃめちゃうまいもん。もうちょっとガチ食いするわ俺。わかりました。うめえ。子供の頃苦手だったんだけど、腹わたの周りの下の部分ね、はい、ここがうまいんじゃない。ここがねやっぱ脂乗っててね、はい、ちょっと若干ね、まあ、苦味もあってね、ありますね。うまいよそれ。うん、みゃうん、秋を堪能したわ俺。あんね、はい、自分で言うのもないけどサンマ食べるの得意なんよ。ほう。サンマ食べるのに、はい、得意も不得意もないやろと思うでしょ。そうですね。あるんよ見てこれ、はい、サトンどうよこれ得意でしょ漫画の漫画の魚の骨。ガチガチガチよこれ。すごいっすマジで。割り箸でこのレベルやで俺いつもの箸ならもっと綺麗に食べれる。そうなんですかこれ、うん、これまだちょっと不本意めっちゃ綺麗ドラえもんとかの魚これ魚のこれじゃない。そうでしょ。内臓とかもちゃんと綺麗に食べるから俺サンマ黒帯だから俺。マジっすか。うん、黒帯になるとこれぐらい割り箸でも綺麗に食べれるから。あ、サトンの分がもうないそうだわ。サトン骨でいいもん。いやいやいや猫骨でいい。猫くわえてない。あのもう一匹あるからやっぱさ今はい、同じ箸でさ、はい、食べ合うのあんま良くないって聞くから。そうですね、うん、もう一匹焼くし、はい、なんなら2匹目の方が上手に多分焼けるやろし。めちゃめちゃ夢中になって食べてたもんなんかやっぱね、サンマ黒帯になると、うん、向き合っちゃうよね。ああなるほど、うん、全集中の呼吸でやっぱやっぱねあるから、はい、サンマの呼吸ってやつが映画やってたし、はい、再燃してるやっぱね。もう一匹焼くか。はい。いやーこの商品当たりだわ。当たりですね。サンマしか焼けないと思うでしょ、はい、サンマだけ焼けるだけでいいんだってそうあのね本当もうサンマ焼けるだけがこんなに楽しいと思わなかった。佐藤、はい、さっきよりちょっと火が落ち着いて、はい、多分こっちの方がいい火やぞ遠赤外線効果、はい、熱で中ふっくら外パリッとね。パリッと、うん、皮パリッとやっぱしときたい。秋一番のサンマよりももうちょっと冬になってきてさらにもっと脂が乗ったもう一回りぐらい大きくなるからねサンマ。そうなった時にもう一回やりたいな。なんかねサンマ以外のやつもなんか焼くか今度。結構でかいもんね、はい、違う魚焼いてみよう今度。これ便利だわ。これいつ使うねんって思ってたけど、いやほんとねサンマが焼けるそれだけでいい。それだけがこんなに幸せだと思わなかったあこれ子供にやらせるのもいいかもな。革手袋させて自分で焼かせて、はい、食育だからそういうのやっぱ何でもそうだけどなんかその自分で料理したものってなんか食べれるよね。俺もピーマン嫌いだったけど料理手伝った時にピーマンがあって、はい、なんかそれで食べれるようになったから自分で調理させるっていうのはね非常に教育としてすごくいいこと。どう？もううまそうじゃない？もううまそうです。もううまそうやろ。はい。やっぱさその家のガスコンロのグリルめちゃめちゃ便利やけどサンマ焼いた後さ掃除するのめんどくさいじゃん。こいつも使った後スポンジで洗わなあかんけど、はい、一緒やんじゃん一緒やん。あれ俺は何の話をしようとしてるまあ今思ったけど2匹いっぺんに焼けたね。ああそうですね。うん、これもできたな。できたしやっぱ宣言通り2回目の方が美味しそうやな、はい、いくよ。はい。ほれ、おお。めっちゃうまそう。めちゃめちゃ美味しそうよしよし、しっかりね消毒消毒して。はい、というわけでね、完成。はい。若干尻尾ちぎれたけどね。はい。うん、久々のサトンの実食シーン。はい、いただきます。サウスポー。サウスポーっす。独特な食べ方やな。そうですか。いただきます。どうぞ。
ベラボーミー何その感想うまっ白飯食いたくなるよね。はい、うわえいいでしょう、うちのサンマ。コミケさん店、美味しいっすねいや、贅沢、海の幸を山で食うねえ、釣ってきたから今日、朝嘘つけめちゃめちゃ一緒に買ったいや美味しいですマジで。焼き加減完璧やろ。完璧ですねマジでやっていくから30年佐藤も綺麗に食べるやん。はい、いやでもなんか、うん、あの、うん、ほぐしやすかったというか、うん、でもやっぱなんかこの辺、うん、骨折ってまっとるし、そうですね、準2級準2級かな。まあまあここもまだ折れとるし。そうですね、折れがちょっとまだまだかなと。うわ、はい、というわけでね、今日はサンマ焼き器をね使ってみたんですけども、これは100点やわ。焼いてて楽しい、食べて美味しい、もうこれは100点でしょ。ロゴスのね専門店とかもしかしたらアマゾンでも買えるかもしれないけど、買って損なし。まあ多分サンマがね、生物ですので保冷バッグに入れるなりなんなりしてね、新鮮な状態で持っていかないと、食当たりしますのでね、その辺もお気をつけくださいというぐらいですかね。最高っすよ。あの肉のイメージしかないね、かつなんか特にめちゃめちゃ楽しいから、ぜひやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。